日本薬科大学は埼玉県北足立郡稲町に本部を置く日本の私立大学である。2004年に設置された。大学の略称はひくすり。続き学園グループが設置する薬科大学としては2校目で、第1薬科大学以来およそ45年ぶりの開校となる。日本で初めて漢方医学に特化した漢方薬学科を設置したことで注目を集めた。 西洋医学と東洋医学を融合した統合医療の実現を教育理念として掲げており、大学内に臨床薬学教育センターを設置している。また、学内に様々な省薬標本や東洋医学、漢方医学の資料などを展示している漢方資料館が置かれ、一般開放もされている。薬学部健康薬学コースは NR サプリメントアドバイザー養成講座の 指定校となっている。平成23年には医療と経済をつなぐ新しい教育を掲げ、医療ビジネス薬科学科をお茶の水に設置した。平成25年には医療ビジネス薬科学科にビジネス薬学コース、情報薬学コース、スポーツ薬学コースを設置し、スポーツ薬学コースは埼玉キャンパスに置いた。平成31年より、 星佐大学との連携により中、高等学校、保健体育の教員免許の取得が可能となった。薬学科、医療ビジネス薬科学科に所属する学生が過ごすキャンパスである。国際電信電話の研修センターであった敷地を取得、改修し、開学された。キャンパスの広さは約5万坪で、東京ドームの約3倍の大きさを誇る。 およそ4分の1木々に覆われ、自然を感じることができるのが特徴である。平成22年度までは、学科として、疾病の予防や、生活習慣病、アレルギーやサプリメント等を追求する、健康薬学科、臨床の場での体患者、体薬品を中心に深く学ぶ、医療薬学科、漢方医学の特色や、テーラーメイド医療、予防医学等を学ぶ、 漢方薬学科と他の大学とは異なった学科が存在していた。特に健康薬学科と漢方薬学科は横浜薬科大学と日本薬科大学にのみ存在する学科であった。なお、平成23年度に以上の学科を改祖統合して薬学科を設置した。また、それぞれの学科はコースへと変わった。医療ビジネス薬科学科に所属する学生が過ごす。 東京都心部のキャンパス。運営元である鈴木学園が所有する専門学校お茶の水外語学院の校舎施設を改修し、平成23年度に設置された。キャンパス名はお茶の水であるが、住所としては湯島である。お茶の水駅と上野駅のほぼ中間に位置し、交通の便が良いことが特徴である。生命にとって切っても切り離せない存在となりつつある。 薬学を通し、人類の福祉、学術の進化、東西の融和に貢献すること。続き総合学園創設者の言葉である、個性を伸ばし、自信をつけさせ、社会に送り出したい。に示される、個性の進展による人生連磨を、見学の精神としている。学校法人と地区学園長、創鉄続き実る薬学科創造的医療人、時代と、 地域社会に適応できる医療人、職員の心を持つ医療人、統合医療を実践できる医療人の要請を目標とする。一創造的医療人の要請、少人数対話型学習や問題解決型学習の積極的な実施により、自ら問題を提起し、他の医療人の意見を取り入れ、自らの力で解決する創造的医療人を養成する。 二時代と地域社会に適応できる医療人の養成薬剤師の活動範囲は病院、保健庁在薬局あるいはドラッグストア、製薬会社、観光庁など極めて広い。職種においても大学等における薬学の研究者、教育者、医薬品の研究、開発から販売、使用、さらには薬事衛生行政に携わるものなど幅広い。 薬学体験学習、長期実務実習等で多くの医療人の話を聞き、自ら体験することにより、時代と地域社会に適応できる医療人の養成を目指している。三職院の心を持つ医療人の養成、アドバイザー制度や他大学にはない、きめ細かな教育支援システムを通して、教員が学生と積極的に触れ合うことにより、職院の心を持つ、 豊かな人間性と倫理観を備えた医療人を養成する。4統合医療を理解、実践できる医療人の養成統合医療の概念を理解して、東西の医学と予防医学に関する総合的な知識と個々の専門性を合わせ持つ医療人を育成する。薬学専門の大学として西洋医学主体の医療に日本の伝統医学である 漢方医学が持つ未病と治療の概念を融合した統合医療を実現させる。医療ビジネス薬科学科薬学の広い知識を持ち、医療関連産業及び医療機関に従事し、地域社会における公衆衛生の向上と増進に貢献できる人材の養成を目標とする。医療変革時代において薬学が得意とする医薬品の知識だけでなく、医療全般に関する。 基本的な知識、技能、経営学などに関する広範な知識を融合することにより、広く人類の福祉、健康に貢献できる、創造性にあふれた新しいタイプの医療に関わる人材を養成する。これらの目標を達成するため、ビジネス薬学コース、情報薬学コース及びスポーツ薬学コースを設置し、ビジネスマインドを身につけた医療人の養成を目指している。 スポーツに関わりある医薬品、健康食品について、専門知識を身につけ、スポーツ関連業界をリードする人材を育成する。医療、健康産業で、セルフメディケーションに貢献できる医療人の養成する。薬学改良ビジネス薬科学科埼玉キャンパス106回、薬剤師国家試験新卒合格率 81.36%2017 年の、 箱根駅伝で3年生の桜庭博夫が関東学生連合のメンバーとして6区を走り、本大学では初めての箱根ランナーとなった。2018年の箱根駅伝で2年生のため池優太が関東学生連合のメンバーとして8区を走り、本大学では2人目の箱根ランナーとなった。日本薬科大学日本薬科大学日本薬科大学自己評価報告書 本編。2011年4月17日閲覧。日本薬科大学新着ニュース。日本薬科大学医療ビジネス薬科学科設置2本。薬科大学ビジネス薬学コース。学科内にビジネス薬学コース、情報薬学コースを設置。学科内に健康薬学、漢方薬学、医療薬学コースを設置。文部科学省大学設置。 学校法人審議会の平成31年4月9日付公開文章では平成32年となっている。ユ志らし大学と日本薬科大学が2月28日に学術交流協定を締結しました。日本薬科大学2018年3月22日閲覧。日本薬科大学と健康づくりの推進に向けた連携協力協定を締結しました。 全国健康保険協会埼玉支部2019年12月1日、閲覧、メイヤー武蔵と共同開発したこだわりラーメンの販売が決定しました。日本薬科大学2018年7月23日、閲覧、ありがとうございます。